さあ、ここでは、野村さん、能見さんに、まあ、新監督が、ね、かなり誕生した、今シーズンではありますから新監督についてのお話を伺っていこうと思いますけど、まずあの野見さん、阪神タイガース、はい、岡田大誠第二次政権ですけども、はい、ここまではどういうふうにご覧になってますか。いい方向に来そうかなとは思うんですけど、まあ、岡田さんとしゃべる、ね、お話しする機会ありましたけど、はい、昔に比べるとすごい柔らかい感じ。第二次政権の時に比べるとですか。はい、だいぶ柔らかいですね。柔らかいってどういうの、優しくなってるんですか。僕でも現役4年間一緒にさせてもらってます。ほとんど喋ったことないんですよ。あの当時って監督と選手って喋らんね。だからファームに2軍行きも投手コーチから基本的に言われるんで、でも監督がどう思ってるかは分かんないです。結構監督とある種距離があるということですか。その当時は多分そうしないといけないっていうのが多分あったんですけど、はいはい、で今は結構もうそうです。今はコミュニケーション取ってる感じなんですか。こんだけ喋っていただけるとは思わなかったので。あ、そうですか。どんな話されたんですか。でもやっぱピッチャーのことはね、佐伯投手なんかはもう完全これは使うなっていう。勝ってたんだ岡田監督。はい、もうブルペン見ても違うって、はい、ものが違う。これはいい情報ですね。佐伯投手使うということですね。野村さんは前回の岡田阪神と今回の岡田阪神で岡田監督の雰囲気違うなと思います。まあ、やっぱそれ年齢も重ねてはるからね。そうですね、60代になられてますからね。野村さんが柔らかくなったっていうのはそこの部分もあるかもしれないし、はいはい、もうやることはこれ変わんないと思うんだよね、はい、前回も JFK を作って去年守る手堅い野球でした、うん、今回も変わらないだろうと思う。やっぱそこはやっぱり重点的にどうしていくかっていうことは考えてはるだろうし、うん、だからタイガース強いと思いますよ。強い、うん、5位ですよね。ボソッとボソッと突き刺されたね。ね、優しい顔して、はい、能見さんね、柔和な表情で、うん、強いよ。その要はいくら名将岡田さんといえ初年度からいきなりガンって優勝いくってなかなか大変な作業だ。いや大変だと思います。ただ若い選手しかいない、もう中堅どころが一番上なので。はいはいはい、そうですよね。なのでその守り勝つ野球っていうのは確かに野村さん言われてると変わらないんですよ、うん、そこの芯はすごい強いので、はいはい、それは選手が多分やりやすい方向に行くと思うんですよ。でもそのセンター中心に、はい、あのセンターラインっていうのをねやっぱり念頭に置いてるので。でも岡田監督自身厳しい監督でしょ、はい、そんなイメージなんですけど、はい、厳しいよね。厳しいです。サトテルも状態悪かったら多分外すと思います。簡単に使わないと、はい、そんなイメージなんです、はい、矢野さんとちょっと違うよね。なんかね、はい、雰囲気も、まあ、よりシビアに。矢野さんってこう選手と一緒に一体感を持ってわーってやってたけど、うん、絶対そういうのないだろうから、はい、岡田さんに。なるほど、なるほど、うん、だからそこの影響はどうかなっていう最近の若い選手に対して、はい、どんだけいい選手だとしても打てなかったら外すと、うん、セカンドは中野選手ですね。で基本的に行くわけですよ、はい、もうその目先のことじゃなくて何年後かも計算しながら。あ、そうなんですか、はい、なのでそこにショートに小畑選手であったりとか、はいはい、まだこすごい若いんですよ。そうですよね、はい、だから木並も頑張ってるしね、はい、何年後かをもうちゃんとできるように計算されてます。まあ、去年までフェニックスリーグでね。違うね、あ、バッティングですか。打つ方は全体的な、あ、総合的に打撃がどうか、大山次第だよな。右バッター大山選手次第、得点力岡田監督がどう引き出せるかですね。あとは、まあ、あのパリーグで吉井監督と松井監督が誕生しましたけれども、西武松井監督は野村さんいかがですか。後輩ですからね。後輩、はいはい、やってくれるでしょう。3位A クラス。野村さん5位だっけ。はい、僕5位で。5位。3位。3位。松井和夫監督でどんなタイプですか。ID 系なのか、それともこう選手との輪を大事にするっていう感じするのか。なんかちょうどいい塩梅じゃないかな。近すぎず、バランスよ。選手間と近すぎず、遠すぎず。はいはいはい。うん、あの感じがでも西武に合ってるんですよね、多分野見さん。多分合ってると思うんですよ、うん、選手の表情を見ててもそうですし、まあ、松井和夫さんとお話しする機会も結構ね、はい、WBC 一緒だったので。そうですよね。全然やっぱ選手は非常にやりやすいかな。みんな松井監督の好きな感じですよ、はい、前回、うん、そうなんですよ。人柄というか、はいはいはい、で空気は絶対いいですよね、はい、うん、ロッテ吉井監督はどうですか。まあずっと昨年まで見てますからね。そうですね、うん、まあ野手は別としてもピッチャーは見てるわけだから、はい、そういった意味では、まあ、ピッチャーの方はもう間違いなく問題ないだろうな、うんうん、で今福浦が
監督代行でやってるじゃないですか、はい、WBC の時、ね、そうですね、でそういった意味ではやっぱり野手の方は彼に任せてという感じで、ちょうどよくこうバランスが良くなるんじゃないかな。シーズン入ってからもある程度打線野手に関してはもう福田さんどこまで任すかっていう吉井さんがね、あとは、まあ、野見さんも一緒にプレーされました、ね、新井新監督、はい、カープですけども、監督としての新井さんは野見さんどう見てらっしゃいますか。どういうことをしてくるのかなっていうのはね、あの機動力僕書きましたけど、はい、まあ、カープはね、もともと足の走力の選手とかって多いので、そこをうまく使ってくるのかなとは思うんですけど、まあ、新井さん自体は機動力なかったんで、まあ、そうだね、どっちかというとバタバタ感が出る選手だったじゃない走ってても守っててもね、はい、でもあれが新井の良さだったと思ってんだ。2000本打たれて、ちょっとコーナーにながらも全力じゃない、はいはい、彼は常に気持ち入りますよね、うん、あ、なるほど。だからあの監督としてもやっぱり選手に伝えることも全て全力でやる監督だと思うから、だから楽しみだけど、まだちょっと想像できないです。まだイメージ分からない、分からない、監督どんな監督像になるのかっていうのが、はいはいはい、まだどうしても選手上がりのイメージが強い。なるほど、あの新井ってこういう選手だったっていう方が強い、はいはい、なるほど、なるほど、強い強い、それが、まあ、監督側に変わった瞬間もう結果出るってことですね、多分。そういうことですね。なるほど、ぜひ皆さん楽しんでください。